国道40号終点及び国道232号起点国道40号は北海道旭川市から稚内市に至る一般国道である。市別市から名寄市までは国道239号との重複区間、美深町からおといねっぷ村までは国道275号との重複区間、手塩町から稚内市までは 国道232号との重複区間である。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。国道40号1952年から1965年までの間、幌延町有志口から、手塩郡手塩町、作家兵士間は現在とは異なる経路をとっており、六市内峠を経て、手塩町の中心部を経由し、 輪っか内方面に方角を変えていた。現在、北海道道256号豊富円別線の一部、北海道道855号6シリング内、西有信内線、北海道道551号円山手塩、停車場線の一部、及び手塩町内の国道232号が、かつての国道40号の急道となっている。該当区間は、人口気迫かつ、 冷探地であり、建設も容易でなかったため、遠回りであるが、人口密集地であった手塩町の中心部を経由していた。なお、1958年には、振動が改作され、約7年間新旧2つの経路が存在していた。トンネル橋梁ロータリー交差点道の駅上川、総合振興局呪文井振興局僧や、総合振興局、ありがとうございます。